上野駅前を行き交う皆様、こんにちは。私たちは神道国盛です。国を守ると書きまして神道国盛。経済的にもそしてリアルな国防の問題にも切り込んでおります。私、神道国盛千葉代表あずさまりと申します。今私たちのこの凱旋、頑張れ日本全国行動委員会、そして国盛州、この国民運動団体とともにやっておりますこの神道国盛凱旋、ただいま YouTube チャンネルさくら別館にて生配信しております。ぜひご視聴くだされば嬉しいです。私たち今日とっても嬉しい日なんです。この天気も本当にポカポカ、春の陽気です。そして私たちも本当に心が温かい一日なんです。本間奈々代表という、もうそれはそれもブンブン豪速球、肩が強い方です。ストレートを入れまくる代表とともに本日お披露目会でございます。新たに共同代表となられた安藤博史前衆議院議員、私本当に安藤さんと共に運動できること嬉しいんです。と言いますのも、もともと経済のことをやはり一般人、私ずっと市井の人間として生きてきましたが、経済のことをなかなか分かりづらい。でも安藤さんの発信は、安藤博史代表の発信は非常に分かりやすく、今の問題、経済的な問題を立場を気にせず発信されていたからです。自民党内にいらっしゃった時から財務省としっかり喧嘩して、財務省が最も嫌がることを先方切って言っていたのは安藤博史さんです。そして経済のことだけじゃないんです。私が非常に安藤博史代表のことでもう本当胸の詰まるほど感動したことがあるんです。私が初めて石垣島から尖閣諸島に向かい出航し、そして、まあ、尖閣には行けませんでしたが、仲間の石垣島の漁師さんたちが立派な赤パチ、魚、尖閣の魚釣ってきてくださったんです。尖閣の魚を日本人が、日本の漁師が取り、そして日本国内で流通させる、私たち日本人が食すということは、尖閣諸島、これは日本人のものだという証になるんです。そのため本当に大事なイベントとして、自民党内で尖閣諸島のお魚の広め会、試食会をいたしました。プーチン大統領について私は思うんです。プーチン大統領とウクライナ、ゼレンスキー大統領、彼らはミンスク合意という話し合いのもとをずっと話し合ってきたんです。しかし核兵器を手放したウクライナは話し合いも虚しく、あそこが戦場になった。それが世界の現実なんです。武力で劣る者は食われるし、話し合いや憲法9条では国は守れないんです。それをウクライナが教えてくれた。だから私たちは国防問題、今でも私はウクライナのことばかり、そっちばかり報道している、そういうメディアにも政治家たちの目にもちょっと見えてないもの、大事なところを見落としてるじゃないですか。尖閣諸島どうしたんだと、あそこは私たちの先祖が命を懸けて守った場所です。あの尖閣諸島海域には私たちの大事な同胞、おじいさま、おばあさまたちの時代のご遺骨がまだ眠っているんです。英霊が眠っている。そこを無視するように、私たちが尖閣諸島の魚のお披露目会やった時、自称保守の自民党議員さんも いらっしゃらなかった方がいたんです。しかしですね、安藤博史代表は経済がご専門なのに来てくれたんです。あの赤松食べてくれたんです。経済のことだけじゃダメなんです。国を守るというのは
私たちのこの土地、先祖の思い、歴史、国を守るということはそういうことなんです。だから安藤博さんというのは経済的にもうずっと会計士さんとして中小企業の皆様の姿を見てきた方だからだと思うんですよね。その国民の辛さが分かっている、お言葉にそれが感じられる。そしてやはりあの尖閣諸島、ああいう私たちの領土領海が奪われかねない状況で胸を痛めない、自分の体が引き裂かれるような思いを感じない政治家、この方たちには祭りごとできないんですよ。